はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、 JAF オリジナルトヨタダイナレッカー車です。はい、しっかり見ていきます。このモデルは JAF オリジナルのトヨタダイナレッカー車のね、11月上旬発売のモデルです。で、正面から見るとこんな感じだね。 JAF ってプリントされてあって、トヨタのマークがプリントされてます。で、バンパーのところはイエローとブラックのカラーリングになってます。で、ルーフの部分はこんな感じだね。赤色灯がついてます。で、横から見るとこんな感じだね。 JAF って書いてあって、日本自動車連盟で、ここに JAF のロゴがプリントされてます。で、後ろの方はこんな感じだね。バンパーのところがイエローとブラックでカラーリングがされてます。で、運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、上の部分はこんな感じだね。レッカー装置がついてます。で、タイヤの方は特にサスペンションはついてないです。で、レッカー装置の部分の可動があるね。で、後ろの方はトヨタダイナナンバー5番の2018年の写真になってます。で、こうやって全体を見てみると JAF のレッカー車ってすごく安心感があるね。はい、 JAF オリジナルのレッカー車2台並べてみました。で、こちらの方がトヨタダイナレッカー車だね。で、こっちの方が三菱キャンターレッカー車です。で、フロント周りを比べてみるとこんな感じだね。当然車種が違うので形も違うね。ちょっと三菱キャンターの方がこうボディが角張ってるのかな。で、助手席側はこんな感じだね。特にカラーリングとかプリントされてある文字は同じだね。だけど微妙にこの辺のロゴの方がダイナレッカー車の方が大きいのかな。で、後ろの方を比べてみるとこんな感じだね。結構この辺のバンパーのデザインが違うのかな。三菱キャンターでダイナレッカー車です。で、運転席側はこんな感じです。基本的なカラーリングとかデザインは同じだね。だけど三菱キャンターレッカー車だけサスペンションがついてます。で、上から見るとこんな感じだね。三菱キャンターでトヨタダイナレッカー車です。ダイナの方がこのルーフ部分に凹凸があるんだね。赤色灯は同じになってます。で、レッカー装置の可動の色が微妙に違うね。トヨタダイナレッカー車で三菱キャンターです。で、レッカー装置の可動の部分は基本的に同じかな。だけどトヨタダイナレッカー車だけこっちの部分も動くんだね。キャンターの方はこっちは動かないです。で、箱の方は正面のパッケージにレッカー車の写真だね。で、ここに JAF のロゴがあってレッカー装置の可動ってプリントされてます。で、横の方はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日は JAF オリジナルのトヨタダイナレッカー車紹介しました。で、このモデルは11月に発売された新しいタイプだね。やっぱり実車のデザインがベースになってるからかっこいいね。で、今回のデザインもシールとかもなくて全部プリントになっててすごく良かったね。で、こうやって2台並べてみても車種が違うのでそれぞれコレクションするといいね。で、トヨタダイナレッカー車って言ったらベーシックトミカの方でも発売されてます。でも個人的には JAF オリジナルの方が好きかな。で、このダイナレッカー車の方はまだインターネットで予約受付してるので手に入れたい方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。